ロードトゥー生き様、人生のアウトロー。人生の楽しみの一つは想像することである。生き様クリエイターのタカです。ばっちゃんです。よろしくお願いします。ガオさあ、ということで始まりましたロードトゥー生き様、はい、よろしくお願いします。この番組は様々な生き方をしている人にフォーカスを当てて、面白い生き方、壮絶な生き方、悩ましい生き方などを様々な角度から紐解いていくような番組でございます。第1週目が隠された自己分析学、第2週目が企業副業働き方、人間関係の虎の巻、第3週目が恋愛パートナーシップの攻略法、第4週目がしくじり列伝と、で本日第5週目なので特別編というところでね、お伝えしていきたいと思います。はい、で一応ですね、コロナ対策もしっかりバッチリしておりまして、この部屋はトレイルっていうものをね、しっかりちゃんと使って浄化しております。で我々もね、ちゃんとあの消毒したりとか、マスクしたりとか、ちゃんとあの手洗いうがいしたりとか、ちゃんとしておりますので、ご安心いただければと思います。はい、ということで、さあ、ということで始まりましたロードトゥー生き様。もう1月も最終週と、はい、もう早いもので、ね、この前明けましておめでとうございますなんて言ってたんですけど、もう終わっちゃって、うん、で恋愛パートナーシップとかだとね、もうあのバレンタインも近くなってきたりとか、うん、しているところでございますが、バンさんは最近はいかがお過ごしでしょうか。最近はまあズームでね日々セッションコンサルをもう朝から晩までやって、あ、すごいですね本当に。そういう日々で夜中の12時過ぎに初めて外へ出るっていうねそういうちょっと生き方になっちゃってすごいですね本当なかなかな、うん、いやでもいいですね。やっぱズームあると便利ですよ ね、 やっぱね。そうですね、うん、なんか逆にね、こう家をそこまで出なくてもちゃんと仕事ができるようになってきたっていうのは結構時代の変化かなというところでございますが、うん、まあ、ちょっと私事ながら恐縮なんですが、ちょっと今日30歳を迎えまして、はい、あの誕生日になりましたので、はい、おめでとうございます。ありがとうございますありがとうございます。そうなんです、あの 若くても頑張ってるねみたいな、あの若いのに頑張ってるね、若くても頑張ってるねみたいな感じで可愛がってもらったものが、もう気づけば周りにはこう1個目1個ができたりして、もうおじさんになってきて、うん、あ、もう30かみたいな、こうアラサーになったというところで、うん、なんかこうね、ちょっといろいろと今日はそういうところもちょっと踏まえながら、ちょっとバンさんにいろいろと先輩としてこう、うん、僕の師匠はいろいろちょっとアドバイスというか、なんか聞いていこうかなと思うんですけど、うん、なんかこう30歳になるにあたってこう、これからなんか10年どうしていこうかなみたいな、30代をどうしていこうかみたいな、結構考えててですね、この1ヶ月ぐらい、うん、でなんかこう30代って結構迷ってる方もいらっしゃるなと、うん、やっぱ、ね、ライフスタイルが結構変化していく中で、うんうん、結婚とか出産とか、うん、あと昇進したり、あと子育てしたり、うん、あとはそれこそこう子供ができたことによってパートナーシップが結構こう変わったりとか、うん、まあ、あとは副業をしなきゃなとか、うんうん、あと部下がいっぱいできてきたりと か、 だから結構家買ったりとかね、結構いろいろこうライフステージが変わったりするのところもあるかなと思うんで、なんかこう30代をもうエヴァーソンこう駆け抜けてきて、うん、なんかこう僕みたいなこう後輩みたいな人にとか、迷ってる人とかに30代ってこういうとこ気をつけといた方がいいよとか、うん、こういうポイントで過ごしていったらいいんじゃないとか、なんかちょっとアドバイスというか、まあ、バンさんもいっぱいいろんな経験をされてきたので、なんかこう助言と か、うん、なんかそういうのがあったら、なんかもしよかったらちょっとせっかくなんで、ね、この機会にちょっと伺えたらなと思って、うん、そう聞いてみようかなと思うんですけど、なんかいかがでしょうか。うん、まあそうですね、まあそれの前に一旦なんか自分がこう、じゃあ30歳から今年からなんかこう、まあね、切り替わる30代っていう大台で、なんか自分がこれからどうしていきたい、どう生きていきたいっていうところは、なんかどういう自分のなんか思惑は、野望はあ、僕の野望みたいな、うん、ありがとうございます。僕はなんかこう、そうだな、生き方みたいなとこあんま変わんないかなと思ってて、うん、自分の名前を生き切るっていうのをずっと23歳の頃から言っていて、あの高い幸っていう名前、貴重品の金に幸せで、あなたの幸せが私の幸せなる生き方を敷くっていうところはずっと変わらないんですけど、まあ、ちょっとステージをちょっとやっぱり上げていきたいなと思って、うん、やっぱりこう今まで個人事業で走ってきたりとかしたので、そこをちょっとちゃんと、まあ、会社にするとか法人化して、もっと世の中にこうちゃんとした形でちゃんと届けていくとか、うん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 、こう個人だけじゃなくて会社として信用のある形でこう企業の研修だったりとか、うん、もうちょっと幅を広げていきたいなっていうところをが、なんか自分の中ではすごく一番直近の目標でもあって、うん、なんか野望とかで言うと、なんかこう
北海道と東京2拠点生活したいなとか、いろいろそういうなんかこうできたらいいなとか、なんかヨーロッパとかなんか行きたいなとか、なんかそういうところはこうなんか小さいところではあるんですけど、まあちゃんと30代のうちに雇用を作れるようになりたいなとか、なんか社員をね、ちゃんと社員とかまでいかないかもしれないですけど、こうなんか人の仕事を作ってあげたりとか、そういうところとか、あとは自分たちがこうお金を作るところをちゃんとやってあげたりとかして、社会貢献の幅を広げていきたいなっていうのは、今すごく自分の中でもっともっと幅を広げていきたいな、まあ、それこそこうリボンをしていきたいなっていうところはなんか自分の中で野望としてあります。なるほどね、はい、そっかそっか、まあ、いいねいやいやいや、もうおっさんみたいなこと言ってるよ。いやいやいや、恐縮です恐縮です。本当、まあそんな高野に今日は誕生日ということで、お誕生日プレゼント。あ、マジっすかいや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 、恐縮です本当。あ、本当ですか、ね、あらら、何だと思いますかいやー、なんすかね、いや結構むずいっすね。なんかバンさんには 何欲しいみたいに言ってなかったんで、なんでしょう、プロレス関係かな、でもなんでしょうかね。おっ、おー、なんだ、開けてみてください、これ。うわー、やばいっすね、これは。これ、おー、これは、ちょっと僕、マジもう、この選手大好きなんですよね、ほんと。うわ、すごい。あ、しかもこれすごいっすね、パーカーじゃないですか。あ、お、めっちゃかっこいい。おー、あー、すごい、なんすか、こんなのあったんすか。これは新作コラボ。あー、すごい。タイムボーン。あー、ちゃんと、持ち猫がいる、ちゃんと。すごい。おぉ、こんな。このパーカーね、高いんだよね。すごい。発生すんだよ、これ。すごい、やったー。この手のさ、新日のパーカーってさ、だいたい5000円とか。5000円未満なんだけど。そうですね、3000円。これめっちゃ高いの。あー、嬉しい、これ。やったー、めっちゃ嬉しい。ヒロムの新作パーカーです、これ。やったー、これ。ちょっとパーカー、僕、本当に最近もう、パーカーしか着ないんだよ、本当。ね、30代は、これ書いてある。もっと、もっともっともっと楽しもうぜと。確かなるほどなるほど、そういうことですね。あー、すごい。あ、さすがですね、ありがとうございます。わー、めっちゃ嬉しい。いやー、ちょっと本当、いやー、バンさんはそう毎年こう誕生日プレゼントくださるので、こう何をこうな、なので今年特に僕何も言ってないしなと思って、なんかあるのかと思ったら、こんな想像をする僕本当にヒロム選手大好きなんで、いやー、ちょっと嬉しいっす。ありがとうございます、本当。いいのがあったんで。いやー、ありがとうございます、本当。ありがとうございます。ちなみにね、このね、ここに書いてある僕のこの会社というか、この僕がやってるアカデミーのロゴもバンさんにこれは作っていただいてですね、本当にもうお気に入りでお気に入りで、パーカーまで作っちゃったっていうところでございます。いや、本当にありがとうございます。いやー、嬉しいです、本当ありがとうございます。もっと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 ね、楽しむぞ。楽しんでもらうためにちょうどいいメッセージが入ってた。めちゃくちゃいいですね、本当。本当に全部ね、掘られてました、本当。いやー、嬉しいな、本当、ちょっとね、こう薄れだったんで、ちょうど僕のやつはこれは裏起毛で、あったかいんで、春先どうしようかなと思ってたんで、春先にもう大量にもうずっと着ようかな、ヘビロテしようかなと思います。本当ありがとうございます、本当。中の T シャツもありますからね。あります、そうそう、中の T シャツも赤いやつがね、もう赤と黒で、僕はね、赤と黒がトレードマークなんで、食べていきたいと思います。ありがとうございます、本当に。めちゃくちゃ嬉しい、本当。あれですね、ラジオでこうやるとリアクションがこうちょっと戸惑いますねありがとうございます。ね、そういう30代ということで、ね、30代、まあね、俺は何やってたかなっていうのはあるけどね。いや、確かに、まあ、30代、まあ、俺はまあはっきり言って、まあもうね、30代終わって40代入ってっていう感じで振り返った時に、ああ、もうちょっとここにやっときゃよかったなっていうのはやっぱ結構あるんだよね。ああ、そうなんですね。はい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 。でやっぱりこう、まあ、やっててよかったなのももちろんあるんだけどまあ今の、うん、若い人は結構行動が、まあ、ある人もいるんだけど、うん、全体的にうちらの時代に比べたら行動力ない人多いね。ああ、はい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 。でなんかギラギラしてる人多かったけど、うん、なんか今のやつらはこうどちらかというと何をしたらいいか分かんないとか。でもそうですね、そういうふうに言うやつが俺の30になった時に比べたらもう圧倒的に何百倍にもなってるっていうぐらい増えてるね。うん、
まあ時代的なものもあるんだろうけど、はあはあはあ、だまあ30代でね、まあ、やっておいた方がいいこととかいろいろあるんでね、まあ、そういうところちょっとじゃあ軽くね伝えると。おお、いいですね、ありがとうございます。やっぱりもうまずは、まあ、なんとなく生きるのもいいんだけど、うん、もう早い段階で本当に自分が何やりたいのかっていうのは一応考えた方がいい、ちゃんと。これはまあ、まあ、タカはもうある程度ね、まあ、ここからまた一緒に会社やるとかね、まあ、そういう目的目標っていうのはねちゃんと明確になってるからいいんだけど、うん、やっぱりいろんなやっぱり30代のやつ見てると、うん、何をしたらいいか分かんないとか、うんうん、なんかこれといってやりたいことがないとかね、あ言ってるやつが多いから路頭に迷っちゃうんでね、それって、うん、だからやっぱりやりたいことって何なんだろうっていうのを本当に考えた方がいいですね。特にこういうコロナでね、8時以降は帰宅するとかね、そういう状態になってる時間があるうちに考えた方がいいね。いや考えても出てきませんってなったら、その、ヒントを引き出してくれるような人生の経験者に聞きに行くことですね。聞きに行くこと、うん、あなるほど、なるほど。別に個別にさ会う分にはそんなに問題ないわけだから、うん、そういう人に直接会って早い時間に飯食い行ったりとかして、あ、時間もらってそういうのを話聞いてみるとかね、そういうことをやった方がいいね。ネットで検索しても絶対見つかんないんで、あ、うん、そうですね、やっぱりリアルなね、なん事例話を聞いた上で、ああなるほどなとか、そういう方がやっぱりインスピレーションもやっぱ降りやすいから、間違いなくその人生の経験者、うん、で人生の経験者もやっぱり失敗の経験の多い人に聞いた方がいいね。失敗の経験の多い人、うん、そこは結構大事かなと思うね。であとはやっぱそういう、まあ、やりたいことをね、やっぱりもう別にこれそれがね一生やり続けるかどうかなんてそんな分かんないんで誰もね、うん、なので 今なんかこういうのやりたいなと思うことに純粋に向き合ってみるっていうの、うん、何でもいいんでね、うん、で、まあ、あとは、まあ、なんとなくそういうのが見える状態になれば、それにまつわるやっぱりこう青写真というかね、うん、こうしようとかね、いつぐらいにこうなったらいいなとか、そういうのをやっぱりある程度やっぱりこうもうその通りになんなくていいんで、うん、一応そういうなんか設計をしてみる。あ、設計をしてみる。そう、歩む道をね、うんうんうん、そうすると一応目的ができるので、うんうんうん、それによってやっぱりこう生き方、考え方、歩み方変わっていくんだよね。あ、うん、そういうところをやっぱりちゃんと空いた時間でしっかりと考えていくことが大事かなと。はーはーはー。であとはそれにまつわるやっぱりその知識スキルっていうものをやっぱり早い段階でやっぱりこう身につけて、まあ、できれば行動先して、行動先それで、ああこれじゃあなんか何か足りないなとか、ああこういうところがダメなんだなとかっていうのに気づいた段階で、あこういうことを学んでおいた方がいいっていう、その先に学ぶんじゃなくて先に行動してからどういうテクニカルスキルが自分に必要かっていうのを考えた方がいいってことですね。あとはやっぱりこう、うん、30代若いうちにやっぱりこういろんな人と会った方がいいね、やっぱね、いろんな人と会う、うん、まあ、たかはもう20代からいろんな人と会ってるから、まあ、別にその特別何かを変える必要はないんだけど、やっぱり特に会社員から起業しようとか、ね、これからやっぱり会社が最後までケツを拭いてくれる時代ではなくなるの で、ね、やっぱりそう放り出された時に、ね、いつね、うん、どうなるか分かんないから、で退職金もやっぱり年齢上の人だったらないから、そうっすね、うん、だからやっぱり自分で稼げる力を養わなきゃいけないっていうところを早い段階に身につけておいた方がいいですね、若い人は。給料もらって平平凡凡と安全に生きるんじゃなくて、いつどうなってもね、生きていけるように、1ヶ月で自分の給料以上のお金を稼げるぐらいのやっぱりスキルはやっぱ身につけておいた方がいいし、知識も入れておいた方がいい。であとはもう潰しが効く年齢なんで、どん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 やりたいことやっといた方がいい。やりたいことやっといた方がいい、ね、行動した方がいいですね、うん、とにかく、うん、でまあそのあとはね、やっぱりこう遊んだ方がいいですね。遊んだ方がいい、うん、ははね、はは、遊んでない真面目な人多すぎるんですよ今の時代。だからなるほど、ボキャブラリーがない、あ、うん、ノリが悪い、ノリが悪い、うん、ははは、仕事終わってんのにくだらない話じゃなくて仕事の話ばっかしてる。あ、なるほど、うん、で腹から笑ってる人が少ない、うん、なんかねそういう感じだとなんかいいアイデアも浮かばないんで。なるほど、いろんなね遊びをしといた方がいい。あ、うん、それって結構社会経験になるんでね、はいはあはあはあ、でそういう中から面白いアイデアとか面白い企画を考えられたりとかっていうふうになっていくんで、
いろんなものをやっぱりね、あの体験しといた方がいいですね。なるほど、うん、いろんなところに行ったりとかね、はあ、まあこういう、はあ、なんだろう、今の緊急事態が解けてね、また GoTo が復活したら、はあ、もうね、いろんなところね、行きまくった方がいいね。ああ、行きまくった方がいい、うん、はあはあはあ、あの勉強ばっかりしない方がいい。あの本当ね、あの体験で学んだ方がいいね。体験で学ぶ、うん、なるほど。それじゃないと頭でっかちになって本当動けなくなっちゃうんで、嫌でも年取ったら動けなくなるからもうね、若いうちにね、動き回った方がいいですね。分かんないからやった方がいいって感じです。分かんないからやる、分かんないけど何でもいいからやった方がいい、うん、もうで失敗をやっぱり前提に、あの実験するって感じ。あ、実験する、うん、試しにやる。でそれを真面目にやんない、もうノリでやっちゃう。ノリでやっちゃうもうなんか、まあ、やっちゃえみたいな。あ、やった。そういう、もうそのレベルで、あのノリでやっちゃう。はあ、うん、で一人でちょっとと思ったら、もう誰か道連れにしようって感じ、うん、あ、いいんですね、こう誰かとこう一緒に、誰かとノリでやっちゃうみたいなね、うん、別にそれが成功するとかそんなのいらないんで、はーはーはー、経験を積むために試すっていう。あ、なるほど。そこはね稼いでおいた方がいい、若いうちに。なるほど、うん、であとは、うん、なんだろうね、まあ、人生最大の過渡期を30代のうちに食らっといた方がいいなるほど。買うときはもう食らっとくと。強烈なの一発食らっといた方がいい、うん、これね40、50で食らうとかなりきつい。あ、でもそうですね、うん、動いてない人はそうなっちゃうんで、スライドされていくんで、どんどん。あ、早いうちに食らってると、メンタルも強くなるし、そこから気づいた、セミナー行くよりも大きい学びが得られる、うん、だからいかにね、まあ、もういろんなことチャレンジして、普通の人がちょっとそれはっていうことを無謀にチャレンジして、果敢に火の中飛び込むみたいな感じを30代の若いうちにやっといた方がいい。あ、ね、これ男だから女だから関係ない。あ、関係ないですね、うん、そうするとね、すごいね、マインドが強くなるし、その教訓から得られる人間の器の大きさっていうのがどんどんできていくんで、はあはあはあ、人の痛みがめっちゃ分かるようになるね。なるほど。だからね、スキルを磨くのもいいんだけど、人間力磨いといた方がいいですね、はっきり言って。人間力ですね、うん、で成功者とか金持ちとかね、そういう類の人に気に入られたいなと思うんだったら、なおさら経験積んどかないと、絶対そういう人と出会ったりとか、可愛がられたりとかっていうのは絶対ない。なるほど。で遊んでおいた方がいい理由がもう一個あるのは、ほうほうほう、やっぱりそういう人たちって遊んでる人多いんですよ。あ、遊び上手い人多いんですよ。だからノリが合わなくなっちゃうから誘われなくなるし、でもそういうおもろいやつのこと好きなんですよ。なるほどなるほど、うん、俺も結構そういう感じだったから、金持ちにすごい好かれてね、お前はおもろいやっちゃなってやっぱ結構言われてたの。なんか俺の若い時見てるようだわって、はあ、俺の近くにいたら絶対飯食えなくなるようにならないから、信用しろってやっぱ言われたのよ。はい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 、もうね、そういう普通さ、そういう会長さんと会うとかね、いやインペリアルホテルに行くっつったら、みんなこうきちっと、うん、緊張しますね。しかも俺なんか普通の退勤シャツになんかサングラスかけてイケイケな感じで来てお前どこに行くんだとか言われてそういう感じだったわけよ。だけどちゃんと菓子折りとか持っていくのよ。あ、それでお前ちゃんと律儀だなみたいなね、うん、そういうやっぱギャップを作るっていうところね、そういうのはやっぱりこう癖づけといた方がいいね、若いうちに。なるほど、うん、なんかね、そういったところはね、やっぱりすごく大事かなと。人間力を磨くっていうね。なるほど、うん、もう失敗しても外しちゃってもいいので、あ、まあ、自分なりにできることって、そういうスキルなくてもできるんで、そういうことって、そういうことをやっぱりどんどんやる。なるほど。例えば正月ね、まあ、開けちゃったけど、ね、知り合いの、まあ、お世話になってる人とか、そういう人たちにまさかメールで今年もよろしくお願いしますとかでやってないよねって話なの。ちゃんとね、伊勢丹行ってね、トライの羊羹とか買ったりとかして、はあはあはあ、手で持ってってるかって話なの。まあ、別に家まで行けとは言わないから、まあ、その人が例えば渋谷に住んでるんだったら渋谷のね、とこまで行って、ちょっと空いた時間、一瞬でいいから、10分でもいいからちょっと来てもらえませんかっていう、何時なら大丈夫ですかっていうアポだけ取っていくんですよ。でそういう状態で、まあ、お店やってるとかね、会社に社長さんいるとかね、だったらもうそこにもうアポなしで行っちゃう。
そういうことが大事、うん、そういうね足を運ぶっていうね労をねぎらうっていうねそこをやんないとね、あのね、リモートだからってね、その何菓子折りも何あの郵送で送るとか、あ全く意味ないですそれはっきり言って、うん、やっぱりね俺はやっぱりこうお世話になってる社長さんに正月はもう毎日挨拶回りでもう1月終わっちゃってたんで、あ、うん、もう80人か100人ぐらいの社長に菓子折り持っていくから、もう正月明けたら伊勢丹行って菓子折り同じところでねヨックモックとかのもう段ボール3ケースぐらい買うんですよ、一気に。でそれ一気に持っていけないから、こまめに取り組んで置いといてもらっていいですかっつって今どうそれが OK なのか知らないけど、それ前やってくれたんで、それであのもうこういう状態にして、それでもう順番にアポ取って、もう片っ端からもうそれしかいい、だから1月稼げないです。でもそれが大事なんで、だからもう顔だけ見て、じゃあ今年もお願いしますって帰るんですよ。そうすると、それだけで来たのって言われる。そうですって、お前律儀なやつだなと、うちの社員も誰も俺に菓子折り持ってきてねえぞとっていう、そういう年賀を年賀状じゃなくて手で持っていくって、ね、これがね結構重要なんですよ。こういうことをまめにやってるやつがすごい気に入られるんですよ。そうで、こういうところと、あとはやっぱり、まあ、最後はやっぱりこう、まあ、年齢が年齢なんでね、ある程度やっぱりその、うん、女性は特に、うん、まあ、結婚というところをね少しやっぱり意識した方がいいですよね。あ、早い段階でそれをねやっぱりこう設計しとかないと、女性の場合は出産率が落ちていくので、36を境に 7% とかになっちゃうんでね。あ、だからまあ彼氏がいませんったらもうそれ論外でね、うん、さっさと作った方がいいね、うんうん、作れないレベルだったらさっさと磨いた方がいいね。あ、うん、もうそういうところはすごい大事だよね。だからね、その先に遊んどいた方がいいんですよ。うーん、そんな結婚式からデビューされてもたまったもんじゃない。たまったもんじゃないですよ本当に。そりゃもうきついですね。昔よくお前高校デビューかとかさ、あ、社会人デビューかとか言ってたけど、ああの30歳オーバーデビューはちょっときついね。だからもう早く遊んどいた方がいい。なるほど、なるほど、うん、そしたらもうね、なんかもう例えば俺だったらもうブランドもね、ああもういっぱい買い漁って、はい、昔もうグッチショップにね行って、グッチショップで並んでるやつ俺大体持ってたんですよ家に。だからそれぐらい買い漁っちゃって、でもうグッチ飽きたからなんかこうボッテガに移動してみたいなやったけど、もうねキリがないからもう飽きちゃったんだよね。あ、うん、もうブランドもキリないし、なんかもう一緒だなみたいな、うん、でやっぱりそういう、やっぱりでもね、そういうね、あの価値のあるものを身につけるっていうのも一回はやっといた方がいいね。あ、うん、やっぱあのエルメスのさ13万のローファーとか買って、うん、あね、あの生きがってさ、あのこんなは、あい、あ、履いて、ちょっと見ろよ的な感じとか、生きがってたら、あのエルメスのさ、あのキャメルのさ、あのシンプルな状態で H の金具だけついてるのよ。H の金具どっかなくなっちゃって、もう全く意味のないローファーに早変わりで。っていう、まあ、経験もあったけど、はあはあはあ、でやっぱりそういうのね、やっぱりこう、まあ一回はなんか経験しといた方がいいよね。まあまあ全く興味ない人は別に無理にいいけど、あのね、まとってみると分かるんだよね。手に入った後になんかもうしばらくはね、1ヶ月ぐらいはいいけど、なんか別にって感じになるのよ。あ、うん、もちろんね、エルメスとかそういう高いものってやっぱり本当革がいいんで、うん、あのもちろん履き心地はいいですよ本当に、うんうん、あのそこら辺の何千の靴とかより、うんうん、だけどあのそういうのが全てかそういうわけでもないしね、うん、あとはやっぱりその例えば自分がねこれからその経営者とか、うん、あのそういうちょっとね成功者金持ちとかね、うんうんうん、そういう人とやっぱりこう絡んでいきたいっていう思いがもしあるんだったら、やっぱりね、そういう人たちをね接待するっていうね、接待する、接待したりすることってやっぱ出てくるんですよ絶対、そういう人絡むとね。でもずっとやっぱやってたんだけど、だからねやっぱりね、静かで個室で、それなりのこう着物着た、おかみさんがこう全部やってくれるようなね、そういうね店をねやっぱり何個か知っといた方がいいぜ。あ、でそういうところに、ちょっと高いけどやっぱり絶対そういうところね知っとかないとダメ、男は特に、うん、うん、そこら辺のなんかの何、トラジとか言っちゃダメ。なるほどなるほどなるほど、うん、やっぱり良質なものをやっぱりそれなりの人をねやっぱり接待するときはそういうところに行かないといけないから、う
で初めて来ますがそれやばいんでね、やっぱりそのやっぱり しっかりとね美味しいかどうかをちゃんとあの加味しておくと、そういうのもすごく大事かなと。なるほど。まあ、そういったところをねやっぱりこうちょっとやっぱり経験積んでおいた方がいいんじゃないかなと俺は思うね。なるほど。そういうのがやったことない人は、いやまあ、時にはそういうキャバクラとかで飲み屋でね、接待もあるから、そういうところも1回2回やっぱ経験しといた方がいい。どういうものかっていうね、別にお姉ちゃん口説きに行きたきゃ行ってもいいけど、あの、まあ、それはそれで勉強になるからね、一応ね。やっぱそういう金持ちってそういうの好きなんですよ、そういう。だからそこに付き合いが悪いとやっぱりチャンス逃すんですよ。そういう飲みの中で仕事が決まったりとか、お前おもろいなって気に入ってもらったりっていうことがもう多々あるんですよ。ああ、やっぱそうなんですね。で、そういうね、遊びをあの金持ちは一言で綺麗になんて言うかしたら英雄色を好むっていうんですよ。だからそういう、でね、あとはね、そういう人に対してね、かしこまっちゃダメ。ああ、そうなんですね。ずかずか、ね、あの、社長の頭はたけるぐらいになるのダメ。あの、要は、社長だからとか、金持ちだからって俺付き合ってないんですよ。ああ。いや、この人、一人の人間としておもろいなと思ってるから俺付き合ってるし、だから突っ込み入れるだけなんですよ。でも、社長は上がいないんで、そういう人、人間味のある付き合いをしたがってるんですよ。金持ちだからこれとかっていうのはもうそういうの飽きてるんですよ。ああ、社長みたいな、もうそういうのやめましょうよみたいになるんで、もちろん人によってはお前いい加減しろって言われるけど、そこも経験ですね。そう、まあ、そういったことはね、30代でできることはやっといた方がいいね。なるほど、学ぶのもいいけども実体験をいっぱいしといた方がいい。なるほど、よくね、子供には旅をさせろとか言うでしょ。 あの感覚で一緒ね。それ踏まえて構成していくためにやっぱり自分のマインドを変える、学び、スキルっていうものをどういうふうにはめ込んでいくかっていうのを考えていく、パズルゲームみたいなもんだね。なるほど、いやーめちゃくちゃ勉強になります本当。まあ本当にこう失敗とかね、まあ、失敗もそうですけど、経験をちゃんとやっぱねもっともっと積んで、まあ、それこそ一番最初にもありましたけど、本当にこうもっと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 ね、幅を広げて楽しんでいけるようなところを ねもっともっと私自身ね、あのしっかりやっていきたいというところとともに、こう30代の方とかはねもうすごく勉強だったんじゃないかなと思うので、僕もこれはしっかりまた聞き直して、よし絶対30代に生かそうという感じでどんどん遊んでいきたいなと。そうですね、まあ、タカはいろんなね、あのいい、ちょっとすごい普通ではいけないような店とか連れてったりとかするけど、あのそういうところにね連れてくれる人ね、やっぱり先輩とかね、あの師匠的な人一人二人は絶対いた方がいいですよ本当に。いやでもじゃないと ね、どこがいいとか分かんないから。分かんないです、俺も最初から自分で探してやってない、ほとんど連れてもらってるから。あ、そういう先輩とかね、金持ちとかそういう社長に、それでああこういうとこがあるんだって値段見たら、あこれだったらいけるなっていう、意外とそういうぐらいね、2万5000円ぐらいとかね、そのぐらいがあるんで、結構一人で、すごいやっぱ最高級のものっていうのは体験しといた方がいいね、早いうちに。確かに確かに、価値の違いをちゃんと理解しておいた方がいいね。本当ですね、いざという時にこういうとこ使えるなとかね、本当にありますしね、いやーめちゃくちゃいい勉強になります、本当にありがとうございます。いやしっかりね、30代も頑張っていきたいと思います、ありがとうございます。ではじゃあコーナーに行きたいと思います、義務じゃない生き様教育コーナー。さあということで、今回はね、今回もシリーズテーマについて、お役立ち情報と道徳を学ぶというところなんですが、今回はねシリーズテーマというよりはまあ、特別編と、まあ、番外編なのでね、ちょっとバンさんにね今日はなんかこうどういうことやりましょうかって言ってね、ちょっと話題をねこう考えてきていただいたんですけど、今日はどういう話題でいきましょうか。今日はね、その、まあ、さっきね、ちょっとこういう金持ちとか会長さんとかね、接待とかっていう話出たけど、僕はやっぱすぐお世話になってるね、やっぱとあるね、日本のすごいもうトップクラスの、まあ、あるね、造船会社のね、一世代でね奥を作ってね、会長さん、ほうもう今60何歳だと思うんだけど、その会長さんにすぐお世話になった時があったんで、ほうほうほう、その時にいろいろお前にちょっと、ね、見込んでいるお前に1000万ぐらいの価値のある話をしてやるっつって、まあ、銀座のね帝国ホテルで1時間半ぐらいねいろいろ話してくれた時に、聞かせてもらった話をちょっとシェアしようかなと。おお、なるほど、思います。めちゃくちゃ価値ありますね。1000万ぐらいの価値ある、じゃあなんか大富豪の教えみたいな。そうですね、まあ、リアル大富豪の7つの
教えとナンスの気づきという、テーマで、ね、ちょっと やれたらいいかなと思います。すごいですね。まあそんなにね長い尺じゃないんでね、はははまあまあざっくりといきますね。ははまずね、リアル大富豪の教え、第一の法則。第一の法則、人脈の断捨離を常に行うこと。人脈の断捨離。そうです。ほう。自分にねとってね毒となる人を近くに置いてお置いてはいかんっていうふうに言われたのね。はあ、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 はあ。でそういう人間であれば頼られてもそこは見極められないとお前の成功は阻まれるぞと。はあ、足を引っ張る要素があるやつだなと思ったらすかさず切ること。切ること。新しい人脈を入れるんだったら先に古い人脈切っとけと。増やすなと。はあ、席数は決めとけと。はあはあはあ、そこにいらないやつを切って新しいの入れろと。なるほど。切らずに上積みしていくと人脈がおかしくなっていくぞと。はあ、そこをしっかりと考えておいた方がいいぞって言われる。新鮮な水は上から注ぎ古い水を下から出すと。人間の体で言えば新しいものを取り込んで、古いものが出るってね。あの循環、人脈も循環なんだって。なるほど。そこがまあ一つですね。一つ目、うん、だからまあじゃああなたにとって毒となる人どんな人っていうね、なるほど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 、ああ面白い、うん、じゃあその人と今後どう振る舞いますかっていうね、はあはあはあ、うん、っていうところですね。で第二の法則、第二、メンターの横にポジションを取れと。なるほど、メンターの横にポジションを取れ、メンターもしくはマスターの横にポジションを取ること。はあ、例えばだけどお金がない人はお金持ちになるためには、お金を自由に使える人の横にいればそうなるっていうね。はあ、なるほど。知識を得たかったらね、スクールとか学び行くのもいいけども、知識のある人の横にポジションを取っちゃった方が間違いないですよ。はあ、はあ、はあ、うん、そういう方が価値が高い。でそこにずかずか行くっていう、まあ、もちろんそれ受け入れてくれるかどうかはない。あ、うん、あ、でもここはでも本当そうですね、うん、確かに。しかもなんか近い方がなんかいろいろ相談できたりとか、ね、教わったりとかもしやすいですよ ね、うん、本当ね。自分のやろうとしてることの近しいメンターとかマスターに習うっていうよりは近くにいなきゃダメ。近くに、うん、あ、もうお金を払ってでもカバン持ちした方がいいね。あ、うん、間違いなくメリット高いから。人脈もそういう人すごい持ってるからね、うん、なるほど、なるほど。だからやっぱりこうね、そういう人ってね、やっぱりこうスピードが速いんですよ。でこういう人ってね、やっぱりね、プロフェッショナルとの、ビジネスを好んだりとか、プロフェッショナルとのやつと、一緒にいたりとか、うん、そういうマインドを持った人間とやっぱり一緒に、そういうあり方のね、あ、うん、あ、でその素直に、受け入れる傾向のにある人間にが好きなんですよ。なるほど。でそういうマインドでやっぱりそういう人にどん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 自分からアプローチしていく、うん、それすごい大事ですね。なるほど、うん、でまあ若いうちにね、わいわいわいね、飲み会やるのもいいんだけど、うん、時間は限られてるぞということを俺言われた。なるほど、うん、時間は限られているぞと、うん、で一般市民で行くなって、尖っていけって感じ。あ、尖ってじゃないと絶対気に入ってもらえない。はあ、お前おもろいなって言われる人間にであれってことね。やっぱここでも人間力みたいな、もう絶対人間力。なるほど。ちょっとませてるね、あなたはっていうのを若いうちから言われてる人はちょっとチャンスですね。ああ、じゃあここで2つ目のワークを言うとしたら、あなたにとってのマスターマインドはどんな人を持つべきか。なるほど、これ考えてみていいと思うんですね。マスターマインドどんな人、うん、なるほど、これはいいですね。じゃあ3つ目の法則ですね。3つ目、人間力のある人が手を差し伸ばしたくなる、包んでやりたくなるようなオーラと人間力を磨くことと。なるほど、人間力がある人がってことですね、うん、ね、これその会長さん、永続的な成功者は人を見極める察知能力に優れている。察知能力、その人の人間力やオーラで本物の経営者になるべく人物かどうかを見極められると。本物になりたきゃ常に精進するしかないぞと俺は言われたしね。なるほど、精進するしかないぞと、うん、誠実さがあって真面目に物事に取り組む姿勢が
大切だと。たとえミスをしたって構わない。しっかりとした対応と謝罪ができるような人間になれと。なるほど。謝罪をちゃんとできればもうミスしてもいいから、うん、とにかくちゃんとやっていく誠実さっていうところを、そう、そこを見せないとやっぱダメ。あで金持ちはせっかちで決断を急ぐ傾向がある。だからタラ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 やってたら、あ、もう吐きで置いてかれます。あ、なるほど。もう感速動す、感じたら速と行動、もうそこですね。はあ、その一生懸命さっていう寡黙さみたいのにすごく気に入ってもらえるっていうね。あっていうところですね。でまあ、ここでまあ3つ目のワークを入れるとしたら、あなたはやると決めたことに一点集中してやりきれるタイプですかと。なるほど、一点集中でやりきれるかどうか、うん、そこがまあ分岐点になりますよと。なるほど。じゃあ4つ目、第4の法則。第4の法則、はい、なるほど。いや、ここまででもかなりの学びがありますが、あと4つありますね。第4の法則は第4マナーを養いと。マナーを養い、ほう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 、うん、まあ、これは堅苦しいマナーっていう感覚っていうよりは、この会長さんが言ってるのは、見た目も大切だが、思いやるおもてなしの心、おもてなしの心を持ってるやつが一流だと。ほう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 。で、例えばね、道の精神、道、華道、茶道、あ、武道とかね、はいはいはい、そういう日本の和の心みたいなね、はいはい、こういうものを養いって言ってるね。へえ、うん、なるほど。で僕はちなみに茶道と武術、ああなるほど、武の武道、はいはいはい、そこの2つをちゃんと、やってるのね。やっぱそういうね、こちらのね、皆さんわかんないかもしれないけど、ね、このね、ロセンゴベルナブレスのね、高木選手っていうのがいるんだけど、思いっきりもう和ですよね。和ですね。こういう感じですから。もうこう、リング入るとこう。で、入りますからね。そう、そういう、わびさびの心というかね、そういう、なんでかっていうと、この会場が言ってるのは、その道の精神のつくもののところに、レベルの高い人結構集まるって言うんですよ。はあ、はあ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 、うん、だん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 人間で精進していくと、やっぱりその領域がそういうところに行くんで、そういうところに行くと相当いい人脈と出会えると。なるほど、うん、だからそういうところの方がよくわかんねえスキル、金稼ぎのスキル学ぶんだったらそっち行けって言ってるんですよ。はあ、お前ら見てる場所が間違えてんだっていうのを金持ちは言うんですよ、やっぱり本物はね。ね、本当はこういう人の教えがね、一番ね、どんなセミナー行くよりも講演会行くよりも一番いいんですよ。いや確かに、うん、まあ、斎藤ひとりさんみたいな人はすごい俺いいと思うけどね。ああ、うん、なるほどなるほど。あ、もう本当実業家だからね。でもこういうね、僕が教えてくれた会長とかって、やっぱり講演家でもなければセミナーもやんないし、本も書かないしラジオもやってないしって、だから出会って聞ける場面がないんですよ。ないんですね、うん、だからこそやっぱ僕はこういうのをね、ちょっとシェアしたいなと思った、ね、なるほどなるほど。うん、だからやっぱりその精神と品質を磨くことにバランス良いものっていうね、が何なのかって言ったら、その道の精神だって言ってました。道の精神、うん、何か日本古来のものに触れることは絶対学んどけって。なるほどな、うん、だから直接なんかね、それが自分が学ばなくても、そういうことを教えてくれる人とか、あ、そういうことに触れる機会とかがあれば、少なからず別に通い続けなくてもいいからね、はははは、そういうのを養う時間ってのは取った方がいいっていう。なるほど、うん、じゃあ4つ目のワークだとしを入れるとしたら、ほうほうほう、あなたは日本古来のものに触れているものありますか。は、日本古来イニシエ的なものに 何に興味がありますか。なるほど。もうようかぶれはいいんで、和に集中して考えてほしいんですよ、ね、はははそこね、はははは、うん、っていうところですね。なるほどな、和ですね。じゃあ第5の法則、第5の法則、うん、時代が、切り替わる前に稼げる体制にしておくこと。なるほど、ね、もう今ね、時代切り替わってるじゃないですか。いや、そうですね。俺これ聞いたのはもう本当に何年前だ、7年前ぐらいなんだよね、これ。はあ、はあ、あ、うん、なるほどなるほど。でその時に言われたの、2020年は日本のバブル以降で最も稼げるチャンスになるし、時代変わるタイミングになるぞって。ほう、お、7年前に言われてたんですよ。あ、そしたら本当に切り替わってるんですよ。やべえな、やっぱ金持ちってって思ったの。うん、
だからそこまでにやっぱり稼げるような準備をちゃんとしとかないやつは二極化された時に負け組に入るぞっていう。なるほど。だから時代を読む先見の目を持ってないと乗り遅れるぞってこと言ってるんですよ。だからね、時間は限られてるぞってさっき言ったのは、余計なことは後回しにして必要なことを先やれって言うんですよ。だから誘いなんか後でことね、また行けるんで断ってでも自分のことに集中した方がいいよっていうのが大事なところ。その中でやっぱりたまに遊んだりすることも大事ってね。まあ時代の切り替わるタイミングっていうところがね、やっぱりこう自粛っていうのはやっぱりまさにそれ準備しろっていうね。いやでもそうですよね、本当ここで準備ちゃんとしてる人はやっぱり何かがこの先、利を得られるところが出てくるんじゃないかなと思いますね。だからまあ5つ目のワークとしたら、あなた今これからの時代に適した準備はできてますかと。なるほど。いうところですね。適した準備はできてんのかと、はい、なるほど。じゃあ第6の法則6、まあ、これさっきちょろっと出ましたけど、ほうほう、英雄色を好むと。英雄色を好む、ね、あ、まあ仕事の息抜きのためでもあり、仕事の質をパフォーマンスを上げるためでもある。でこれはまあ男性ですけどね、あ、うん、男たるものや、必要なもの、仕事で多大なる成果を上げたければ酒の席や程よい癒されの場は男の活力となると。あ、ただし秩序の範囲内によると。なるほどなるほどなる。ここ大事ですね。大事です。大事です。ハメ外せとは言ってない。ここ大事ですね。ね、綺麗事のように聞こえるかもしれないけれども、これはビジネスの一環でもよくある話。これはさっき言った接待とかそういうところ。ああ。そこにやっぱお姉ちゃんっていうのは絶対くっついてくるもんなんですよ。うん。で、だから女性もそれはやっぱり最低限の部分に関してはやっぱりこう理解してあげることが大事。ああ。うん。で、まあ。ね、これだけまあだからそこでね遊びに走っちゃうやつはダメだけどね。あ、うん、まあ彼女いる人はね、まあ、そういう奥さんいる人はそういうところはちょっとね、まあ、うまくやった方がいいと思うんだけど、うん、まあ、基本的にはそういうところをやっぱりこうモテる、女性からモテるだけじゃなくてね、男性からもモテる人間になっていかなきゃいけない。あ、うん、人間力あるってそういうことだから。そして頑張ってばっかりじゃダメなんですよ。遊んだりとかちょっと息抜きで癒されたりっていう、うん、そういう時間もちゃんと取っていかなきゃいけない。確かに、うん、だから6つ目のワークとしては、癒せるね時間を意識的に取っていますかと、うん、なるほど、うん、癒せる時間を意識的に取っているのかと、そこを考えてくださいと。なるほど。いやでもめちゃくちゃ大事ですね。で7つ目最後ですね。7つ目ラスト、うん、精神力の強さが必要と。精神力なんですね、うん、経営者個人事業主というのはたとえ、孤軍奮闘としようとも行けるとこまでコツコツ一人でもやりきれるがなければダメだと、はあ、うん、何かを成功させるというのはそういうもの、そういうものだと。スポーツやっていた時、人間はそれが、それがね後で、生きてくることとなると、うん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 、ビジネスもスポーツもメンタルのタフさがものを言うと。確かに。だ大会系が好まれるってのはこういうことなんですよね。なるほど。フットワークの軽さにもつながってくる。はあ、うん。でね、会長が最後に俺に言ってきたこう大事な部分があるんですよ。ほう。うん。お前、夢は叶うと思うかと。ほう、なるほど。この質問を問いかけられたんです。はあ、はあ、はあ、はあ。どうですか。夢は叶うと思うか。うん。はい。はい。で、俺は何て答えたかというと、まあ、その人次第だと思います。あ、うん、会長、今から言う2つのパターンの場合、お前ならどちらを選択するかだと。なるほどなるほど、ね、何をやろう、何かをやろうとした時、うん、応援するよ頑張ってと言ってくる人が99人、うん、もう一つは何かをやろうとした時、お前の周りにいる99人が反対、うん、それは物理的に無理なんじゃないか、そもそも根拠がない、無謀すぎるんじゃと言っている。残りの人らやったらいいんじゃないという適当に言われているさあお前ならどちらが成功率が高いと思うか。なるほど、凄まじいですねっていうところね。なるほど。でも僕は何て答えられた。僕的には後者の方ですねと。ああ。それは何でだと。
それは自分がやりたいことなので、誰に何を言われてもやりたいことなんで、ダメだったら自分でそのケツを吹けばよいかと 思っていますと。ああ、うん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 、そうか、答えは後者だと。ああ、なぜかというと、ここは大事なところだと。前者の場合、周りの人が大丈夫大丈夫ともてはやす分、人というのは大丈夫だと過信してしまい、本来の力を 100% 出し切ることができなくなってしまう。なるほど。なんで、本当にやりたいことでなかったということになると。なるほど、うん、これは誰にでも共通して言えることだぞと。なるほど。で、後者の場合、周りの人が猛反対したり止めようとしたりしても、本人は何が何でもやり通すということは、うん、まず自分の軸はブレてない、そして本当にやりたいことだからこそ諦めない、うん、さらにはその批判した人を見返してやろうという思いが活力になり、うん、そいつはそのことを成し遂げるんだと。なるほど。という教えを説かれた。なるほど、なるほど。ね、今ので言ったら、あなたはどちらを選びましたかということなんですよね。なるほど。いや、大事ですね。で、これがまあ僕はね、学んだ習ってたんですよね。で、まあ最後にね、まあ、今日ね、まあ、ここの部分から何が言いたかったかとかっていうところで、ね、しくじりワンポイントアドバイスですかね、うん、ちょっとそのまま言っちゃいますけど、リアル大法から学んだ7つの気づきに対してね、ちょっと言おうかなと、うん、何に気づいたかっていう。で、1つ、厳しい威厳のある、側面を持つこと。ほうほう。気づいたこと1、ね、ほうほうほう。で、気づいたこと2、影響力のある実験、実体験とロジックをしっかり持つこと。なるほど、なるほど。3つ目の気づき、ぶっ飛んだ人との、人と逆の発想をしてること。これ言ってる意味わかる？はあはあ、一般の普通の人、はあはあ、ぶっ飛んでる人、ぶっ飛んでる人の逆って、こっちの一般じゃなくて、ぶっ飛んでる人のこっち側。ああ、すごいっすねなるほど。その感覚がすごい大事。はあ、うん、で、4つ目の気づき、お茶目な子供っぽさを対極に持つこと。お、無邪気さですね。はいはいはい、はい、うん、童心。で、5つ目の気づき、相手に対し、断定的な自信のある言葉と決断を迫れること。なるほど。で、6つ目の気づき、余裕とゆとりを常に見せること。あ、7つ目の気づき、価値ある話を無償で人に伝えていけること。以上となります。なるほど、凄まじいですね。はい、はっていうことになりますね、今日の。なるほどいやー、すごいですね。7つの気づきの方もやばいですね。いや、でも大事ですね、やっぱこう、うん、本当余裕とかを持ちながらも、やっぱちゃんとしっかりちゃんと継続して頑張っていったりとか、うん、ちゃんと見極めていったりとかするとか、うん、すごく大事ですね。こうもう一回ね、7つの教えのとこ復習しておくと、まあ、人脈の断捨離、メンター、マスターを横にポジションに、ね、取りましょうと。で、人間力のある人がね、包みたくなる人間になりましょうと。で、マナーを養っていこうと。まあ、ここは和の心とかね、まあ、道の精神っていうところです。で、時代が変わる前に稼ぐ体制にしておけ。まあ、これちょうどね、今コロナなんでちょうどいいよと。で、英雄色を好む。で、あとは精神力の強さをちゃんと持ちましょうというところでございましたと。いや、でもこれは本当に大事ですね。で、夢のね、ところもね、そうだったと思うんですけど、まあ、僕もちょっと20代に立てた、なんか20歳の時に立てた夢が3つあって、うん、で、その時に立てた夢が、こう、自分で独立をして仕事をするっていうのと、あとは、本を出版するというのと、テレビに出るみたいなところがあったんですけど、うん、20歳の時に行った時はもう親からもうわーって言われ、無理だとかで、大学の友達にもわーじゃ無理だよとか、あと、あ、なんかそんなのできたらすごいよねっていう、なんかちょっとバカにされたりとかもあって、うん、会社員になってもすごいバカにされてたんですけど、でも実際全部20代でこう達成ができたってなった時に、うんうんうん、やっぱりさっきのところがすごく話が、あ、なるほどなっていうところがたくさんあったので、うん、やっぱり30代もちょっと笑われるぐらいの、バカにされるぐらいのこう夢を描いて、もう会社でこうするんだっていう、そう具体的なところまでね、ちょっと行って周りに笑われちゃうぐらいのところまでちょっと大きな目標を立てて、まあ10年あったら結構変われるんじゃないかなと思うので、まあそういうところをね、30代もしっかり頑張って、で、今日の教えはしっかり僕は復習もしまくって、また5年10年経った時に、今度はこれを自分が喋れるようになれるように頑張っていきたいなと思います、はい、ね、しっかり学びになったんじゃないでしょうか。本当にね、これは今日は番外編というところでお届けしてきましたけど、はい、かなりね、濃いテーマになりました。なので、しっかりね、復習とかをしてもらえたらなと思います。2月もですね、またやっていきたいと思います。2月は、
次回は2月の6日ですね。2月の6日土曜日の夜9時から、うん、またねやっていきたいと思います。次回は隠された自己分析学、占いもね含んでいきたいと思いますので、また何か疑問点含めて質問とかある方とか、うん、ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします、はい、それではまた来週もお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。